うまっ。嘘だろ、狩られてんだけど。虫たちの住処が。皆さんこんにちは、ホモサビです。今日は草むらでね、バイキングをしようと思って来たんですけど、草むらがねえんだよ。こっちはまだ草むらが生き残ってました。食材をいたぞ、今跳ねたぞ絶対。ほら、いてててててた。今日使うものはこちら、でん、手。今日狙う獲物相手にね網を使うのは自分的にはフェアじゃないので、素手で捕獲していきます。いた、いましたね、こいつ。お前がやすくない。逃げたね。バッタ捕まえるのはね、ピョンって飛ぶんですけど、落下地点を覚えといて近づいて、で目で見つけてから手で捕獲するのがいいですよ。ほら、いた。シュッ、はい、捕まえました。少量バッタですね。すげえ細長い顔してますよね。今日はこのバッタを使って草むらバイキングをしたいと思います。天然のビュッフェですからね、草むらは。牛かごに入れときます。草むらトラップの一つで、急にこういうね、側溝があるんですよ、水を流すための。落ちるとね、めっちゃ痛いので気をつけてください。皆さん、バッタで思い浮かべるのは何バッタですか？自分はね、少量バッタが殿様バッタなんですけど、殿様バッタはね、素手じゃ無理です。あいつは強すぎるから。違う種類のバッタがいました。あそこに見えますか？あれ、オンブバッタって言うんですよ。少量バッタに似てるんですけどね、ちょっと違って。捕まえられるか in, な、オンブバッタ。こいつはね、オスとメスで重なり合ってオンブしてるみたいに見えるんで、なのでオンブバッタって名前がついたんですかね。この辺に落ちた、飛んでった。お前やば、あいつ片足ないから捕まえすんじゃない、あれ。でほら、足が片方ないけど鳥人間が食われたんでしょうか。うわ、来て来て来て来た。うわ、この茶色い液体あるでしょ、これね、バッタのゲロです。頭を押さえてこうムニムニするとね、より出てくるんですけど、これ覚えておいた方がいいですよ。バッタのゲロをたくさん出す方法。舐めてみますね。ああ、味はしないんですね。苦いかと思ったらそうでもないですね。でも気持ち悪い。じゃあお前も、ほら、めっちゃゲロされた、最後に。ラストゲロされた。お前、Jesus Christ。こうやってセミが暴れてるじゃないですか。セミがね、羽を動かすのには筋肉を使ってるんですけど、筋肉っていうのは当然発熱するので、羽をバタバタした後のセミはね、ちょっとこの。This guy just fucking grabs a cricket。うるせえな、お前。こうやってセミが暴れてるじゃないですか。セミがね、羽を動かすのには筋肉を使ってるんですけど、筋肉っていうのは当然発熱するので、羽をバタバタした後のセミはね、ちょっとこの辺があったかいんですよ。おお、でかっ。おい、そっち行くな、そっち行くな。あー、待て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 、どこ行った、前は逃がさ。シャー、取った。少量バッタのオスですね。やっと違う種類のバッタが出てきました。こういうちっちゃくてね、茶色い虫はね、めっちゃ捕まえにくいんですよ。さっきをなるべく殺して、一キュギリ捕まえた。うお、なんだろう、びっくりした。セミかよ、やめろ。ちょっと場所を移動しまして、見てください、水ですね。イナゴを取りに行きました。下がね、水になってる湿地帯みたいなところに、ね、イナゴはよくいます。今俺がジャンプしたから、イナゴは雲に捕まってる。おお、すげえ、一瞬で。この獲物は俺がいただくぜ。 I don't want to でっけー、あげない。モフ勢が俺に勝てると思ってるとこ浅ましいんです。見てください、あれ小羽イナゴです。美味しいんですよ、あいつ。逃がさ、お前は逃がさ、お前だけはぜ、もうお前、おら、あの佃煮のイナゴですね。バッタの顔はですね、こういうイナゴみたいな丸い顔と、さっきの少量バッタみたいな細長い顔、2種類あるんですけど、自分はこの丸い顔の方のバッタをよく食べます。特にこのイナゴはね、すごい美味しいですよ。殿様バッタもね、すごい美味しくて有名なんですけど、この丸顔タイプです。イナゴって書くんですけど、その名の通り水田にめちゃくちゃいます。近くに田んぼがある人はね、ぜひ行って取ってください。よっしゃ、捕まえた。捕まえたぞ。よっしゃ、捕まえた。よっしゃ。甘えたぞ。少量バッタとかよりイナゴの方がね、狭い範囲にたくさんいます。もし食料に困った時はイナゴを捕まえた方がいいですね。バッタはね、草と草に着地してから3秒ぐらいはね、体勢立て直すために無防備なので、その瞬間を狙う方が成功率は高いです。こうやって捕まえることもできますけど、さっき捕まえたオンブバッタなんですけど、茶色いですよね。こうやって同じ種類なのに、たまに茶色い個体がいます。これは褐色個体といって、育った環境によって茶色くなった個体です。色は違うけど同じ種類なんですよ。これ緑の中だとちょっと目立つけど、こうやって隠れてたら分かんないですよね。だからこうやって環境に適応して茶色くなったりするやつもいますね。でもこの褐色個体、個人的にあんまり好きじゃありません。なんか苦い子とか多い気がして、緑色のやつばっか取ってます。茶色いバッタも別に苦くなかったよって人いたらコメント欄で教えてください。たくさん捕まえたので今日は帰ります。本当はね、トノサマバッタ捕まえたら、 So that would make sense. If you grow up on dead grass, it's gonna be brown. That would make sense. トノサマバッタは超美味しいので、今度食べますよ絶対に。
今日はこいつらを食べていくんですけど、一つ注意点があって、友達の前でふざけてゲテモノを踊り食いしちゃう系男子は特に聞いてほしいんですけど、バッタにはハリガネムシが寄生していることがあるので生食はおすすめしません。ハリガネムシは人間には寄生しないので別に食べてもいいんですけど、寄生虫が腹の中にいる男子はね、女子に嫌われますよ。ちゃんと火を通して食べましょうね。まずイナゴですね。ちょっとかわいそうなんですけど、食感がよろしくないので羽はむしっちゃって、この足ももぎ取っちゃいます。口に引っかかって痛いんですよね。うんこ出てきた。見てください、うんこ出てきました。バッタもね、うんこが腹の中に入ってるんですよ。完璧に美味しく食べたければね、捕まえてから一晩踏み袋で放置して踏み出しをした方がいいです。串に刺していきますね。食べてもバッタを捕まえました。バッタの体液で手がベタベタなんですけど、遊園地とかにある安い焼きそばの香りがします。串焼きです。味付けしていきます。こちらね、皆さんのお家にはないと思うんですけど、醤油っていうソースなんですよ。少量バッタは醤油ですね。イナゴにはこちら、マキシマム。おい、やばい、何、お祭りの香りがした。イカ焼きだ。うわ、やべ、めっちゃいい香りする。動揺するぐらいいい香りがする。イナゴの方にこちらマキシマムをかけていきます。マキシマムを振ってちょっと落とす。バサッとかけてちょっと振り落とす。これがちょうどいいですね。バッタの串焼き完成しました。じゃあいただきます。少量バッタから。全然苦くない。風味がこの前食べたカニあれと全く一緒です。ちょっと上の方食べてみます。 okay. うまっ。上の方がうまい。酒飲みは絶対昆虫好きになった方がいいですよ。じゃあ下のおんぶバッタいきますね。お祭りでバッタの串焼きの屋台出してくんねえかな。マキシマムで味付けしたイナゴいただきます。うめえ。やっぱりイナゴの方が美味しい気がするな。あれ、ちょっと生だったんでもうちょっと焼きます。マキシマム食っていただきます。香ばしい、マジで。ごちそうさまでした。炭酸水いかせていただきます。うめえ。ついでに紹介するんですけど、この段ボールをね、開けると、うでれん、バグームさんっていうね、昆虫食の販売をしているね、お店にもらったんですけど、ブラックスコーピオンって書いてありますね。これはアジアンフォレストスコーピオンって書いてあります。マグロソサリってやつですね。こちらグラスコッパ、まあ要はバッタですね。さっき食べたのとほぼ一緒です。サゴワームって書いてありますね。サゴワームっていうのはゾウムシっていう昆虫の幼虫です。俺が一番期待してるのね、こいつです。海外だとめちゃくちゃ養殖されてるらしいですね。じゃあまずサソリいきましょうか。よいしょ。おーおーおー、サソリってあんまり美味しいイメージがないんだけど。じゃこういうのはね、爪から行くのが様式美なんで、爪食べてみます。カニなんだよな。ちょっと炙った方がうまそうだな。あ、匂いが変わった。カニを炙った香りになりましたね。お、まんまカニだ。グラスホッパー、バッタですね。お、結構入ってんな。そのまま食べてみます。これあんまりカニ感ないですね。いただきます。まあ美味しいですね、普通に。まあバッターはうまいんですよ、全部。一番期待してるサゴワーム食べましょう。匂いはワームって感じだ。これうまいのか。いただきます。あー、俺はバッターの方が好きかな、これだったら。まあとりあえず炙るか。炙ったやついただきます。うまっ。甘くなった、なんか。おー、なんだなんだなんだ。うわ、燃えてる燃えてる燃えてる。この虫たくさん脂肪が入ってるんですかね。自分が今日食ったバッタはご飯って感じだったんですけど、これはね、スナック菓子みたいな風味でしたね。今回自分が一番おすすめなのはね、やっぱりバッタですね。Oh my god. I like this. It's actually really funny. He's actually really funny. Funny guy.